せもうこれが僕の宿命なのかな。なんでさ、うん、僕さ、まゆさんのことを、うん、ほっとけないって言ったじゃん。うんうん、優しいよね、うん、そう、ほっとけないってなって、それがきっかけで専属ドライバーになったの、家臣くん。なんかね、あの時のね、なんかね、姿を見てね、うん、僕はその時でも終わるかなとは思ったんですよ、うんうん、だけどね、その一緒にやっぱりね、ご飯食べて、うどん食べたのかな、うん、で、あの下りでね、うん、なんかね、あ、闇抱えてんな、みたいな。あ、まあちょっとあの時病んでたからね、闇抱えてるなって思ったのが、うん、これ正直な気持ちでしたね、うん、そのでも一人でその韓国行けるってなかなかね。あ、ゆまるちゃんにも張り付いたの。でもそれも昔の話っすよ。あ、そうなんだ。別にゆまるに別に張り付いたわけではないんすけどね、うん、あっちが勝手に 遊びに来たというか、うん、枠に来たんで、うん、なるほどね、家臣くん。でも ゆまるちゃんもいないもんね、今ね。いや、戻ってくるでしょ、だって、うん、手料理振る舞う配信を見てみたい。あ、でもそれもね、全然家臣くんとは、ま、いつでもできるよ、そんな。で、家臣くんはさ、うん、え、なんかさ、うん、結構来てって言ったら結構来るじゃん、うん、飛んできてくれるじゃん、うん、マジで、何、どういうこと？仕事は自由な感じなの？まあ、そうやね、まあちょっと上手な、うん、何？デスノート？いや、デスノートもそうだけど、ちょっといろいろあるよ、ね、そう、デスノート見してよ。いや、やだよ、そんな、やだやだ、それはちょっとまだ、待って、それはちょっと配信でちょっと見せれない、ちょっとまだまだ、いや、配信では見せないから、そのデスノート見してよ。いや、もういいっすよ、それさ、もう、それもう未来、もう見られたくないっすよ、マジで、これ、うん、これはちょっとさ、うん、えぐいんだって。えぐいの？えぐい、えぐい、えぐい、うん、眉ノートでしょ。そうだよ、うん、え、何それ、2冊目眉ノート。え、違う、これデスノートだけど、デスノートはちょっと、うん、これはそうだね、これちょっと恥ずかしいから、うん、いいですよデスノートっつうのは、いろんな配信者の、いや、配信者だったり、うん、プライベートのね、ギトギトしたね、うん、あのことだったりとか、結構悪口書いたりとかしてるから。ああ、なるほどね。そう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 、うん、なるほどね、うん、家臣、いい加減目を覚まして仕事しろ。仕事してんだよね。はい、してます、うん、まあでも仕事、え、家、実家？え、実家じゃないです。実家じゃないの、うん、ちゃんとで、あれ一人暮らし、一人暮らしですよ、これね。うん、見して、うん、そうなんだ。そうっすよ、うん、忍法さんのことは知ってる？いや、だから、その送った時にあの電話来たじゃん、なんかその、うん、なんで家になんか男いんのみたいな、うん、まあ、それはまあ忍法さんからしたらそれはね、うん、びっくりするよね、そりゃ。いや、あのね、あった、家の鍵あった、本当にあるよ、うん、なんかもうなんかおっかないの、なんかもうね、僕ね、基本プライベートね、もう極力ね、隠すんですよ、それは当たり前ですけど、うん、うん、みんな隠すじゃないですか、うん、うん、まあね、怖いじゃん。でも確かに、まゆさんにまだ言ってないこととか、まだいっぱいある。うん。うん。ただ、それは別に配信で言うことではないかなと思って。うんうん。うん、あ、今度、家臣くんち、突撃配信したいわ。なるほどね。なるへそね。うん。でもそれ、でもさ、それさ、うん、いや、でもな、ちょっとな、あの、マネージャーの訪問配信。いや、マジ汚ねえぞ、マジで。あ、全然いいよ、そのままで。うん、どんな生活してんだろうって、家臣くんが。恥ずかしいね、なんかね。うん、まあでもそうだよね、俺もまゆさんち行ってるわけだからね。そうだよ、うちんち、ね、うんうん。でも大した、あれ普通の賃貸ですよ、賃貸。うんうん。うん、なんで家で配信しないの？いや、僕はね、ね、うん、いろいろあって、うん、ね、
あれなんです、あの車の中で配信しているの。うん、面白そう。あー、ラーちゃんありがとう。いろいろあって、え、じゃあその家で配信できる？前は。いや、できるよ。うん、うん、いやなんかあれだね、謎が多いね。カシン君のこと私何も知らないもん。いや、だから配信切れないと全部教えてあげるよ。大丈夫。でも、いや、いいよ、全部教えてあげるから。大丈夫、それ配信切れないよ。ここ切らないよ、マネージャーでしょ。教えてあげるから、うん、配信切ってくれれば、うん、全部教えてあげる。近いんだけどな。何この間、あのさ、はい、急に近づいてこないでほしい。え、そんな近かった？うん、え、そんな近かった？まあ、近いと思われちゃったんだろ。それ失礼、それ怖いよ、それ怖いよね。そうだ、あんま怒られねえ、嫌なんだよね、高圧的にね。ごめんね、ちょっと僕も熱があって、ごめんね。うん、俺基本的には女性にそういうね、あの、失礼なことはしないから、うん、それがモットーだから、ごめんよ。まあそうだな、どうしよう、イベント後半のなんかどっかない？食べ歩き？どっか行こうよ。じゃあ横浜。うん、横浜？横浜なんで？中華街。中華街、うん、あもういいしね、うん、横浜中華街、浅草とか。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん、占い、もういいよ占い。占いも痛い目あったよね、うん、40万使った、やばいねそれちょっと、うん、うん、まあ食べ歩きとかね、お宅訪問してもいいし、でもいいですけど、だから僕らだからね、うん、もう今日からスタートなんだよ、2024年度。もうキスマークがどうとかとかね、もう本当にもうあんまやきもきしたくないんだ、正直。だから違うから。え？違うから。あれは本当に私じゃないよ、たくまくんのね。私、たくまくんね、彼女いると思ってるから、北海道の。そう、だからコラボやめたんだよ、前回。なんかありましたよね、うん、コラボする。そうそう、しようかなって思ったんだけど、はいはいはい、全然そこを知らなかったからさ、はい、そうだよ、うん、ね。まあでもね、うん、どうした？いや、僕のね、お母さんもね、うん、親もね、あれなんですよ、そう、もともと、うん、その何、一回離婚してるんですよ。あ、言ってたね。で、それで20年の時を経て再婚してるんで。それすごいよね。はい。え、その20年の間は、はいはい、どうしてんの？いや、僕のお母さん普通にあれですよ、その結婚してましたけど、再婚ね。あ、で、父はね、結婚してないんだけど、うん、で、だけど僕の親はその中でもその何、再婚しても子供だけは産まなかった。うん、うん、多分そこが多分結果的に、あの、その僕がその会いに行きたいっていう理由ができたわけだから、親にね、うん、あの、母親に捨てられたっていうか、まあ、いろいろ事情あったから、うん、まあ、だけどやっぱりね、母から聞いたら、まあ、こういう事情だったんだなみたいな、うんうんうん、和解を得たんだけど、うん、まあ、それがまあ奇跡が生んでね、再婚して今はまあ隠居生活してるんですけど。へえ、すごいねそれは。いやいやいや、ドラマみたいじゃん。いや、だからそのそういうね、その縁っていうものはあるんだよ、やっぱ。ご縁がね。だから僕、だからそのたくまさんにも言ったし、この間もね、たまゆさんにも、でも別に、ほんで、もしやり直せるそのタイミングがあるんだったら、いや、お互いそういうのじゃないよ、本当に。なんか進んでるけどさ、家臣くん、本当に、そうそう、それはね、ちょっと妄想だよね。まあ、この前ちょっとやきもち焼いちゃったって言ってたのが広がっちゃったんかな。あれ、誰がやきもち焼いたんですか？じゃあ私がこの前、うんうん、あの、まあ、たくまくんが女性配信、まあ、コラボしてたのを嫉妬しちゃったって配信で言ってたから、はいはいはい、多分それが広がっちゃったかもしれない、はいはいはい、なるほどね、うん、
まあだけどまあ僕もたくまさんとね2回ねこの間もそうでしたけど2回お会いしてね、やっぱねあの人当たりいい人やからさ、あそうだね、うん、まあ、ただ実際はねどうなのかなっていうところはやっぱ付き合ってみないとやっぱ分かんないから、いやでもなんかさ異常なんだよね、たくまくんはさ、うん、あのコメントでだから今日もうその普通はさ、うん、あの湧くじゃんあの配信とかで、でもコメントがもうその話題やめてってなるからちょっとそれは初めての経験すぎちゃって、うん、じゃ逆に新鮮ってことね、新鮮っつうか複雑、なんかちょっと思ってた展開と違かったかなって、うん、まあだけどまあ、うん、まあそれはさ、まあ、どちらがね、うん、正解なのか分かりませんがね、まあたくまくん、かしんくんとつけたりじゃん、あ、かしんくんがたくまくんとつけたりじゃん、あ、僕そうだ、ね、僕男もまあ別に嫌いじゃないからね、そうなの、うん、ありかし、でもそういう何も経験はないけど、あ、そうなんだ、別にあの男同士で仲良くなるの好きだから、うん、すごいね、うん、それは全然、え、じゃあちょっとかしんちょっと抱きたいたくまから来た、どう、たくまさんから、うん、いや別にキスマークーラーだったらつけれるよ、ホテル行こうよって、別に全然別に2人だけだって別にいいよ、本当に、うん、たくまくんでしょ、俺のしゃぶれって言ったらどうする、いやそれはちょっと無理だけど、あそれは無理なんだ、うん、ちょっと意味なんか配信的に面白いになったら別にそれ別にいいよ、別に俺は別に配信外だ、配信外、配信外でもいやでもカオスだよね、どーんまあまあでもまあイケメンやからな、うん、でもほら私の元彼だからね、なるほど、だって私の元彼としたらさ、うん、実質私としたことになるじゃんそういうのは、あ、なるほどね、そう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 、あ、もう間接キス的な感じでね、そう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 、何を言っとんや何を言っとんや、うん、まあでもね、やっぱいいじゃん、でもそうやって、うん、別れて4ヶ月でしたっけ、ね、監視してたらさ、うん、あの4ヶ月ってちょうどねお互いね寂しくなる時なんすよ、うん、あー、まあでも私もねちょっと最近別れたばっかで、うん、まあ寂しいよね、うん、確かにね、まあだけどそれがでもね、うん、やっぱりでもその配信者同士ってやっぱり本当にやっぱライバルやし、うん、ね、配信つけなきゃいけないなってところで本当両立は難しいなと思います、うん、そうだね、だから両立してるのは、うん、パルちゃん、養分、天然さん、はい、すごいなって思うよ、はい、それはどっかしらどっかで、うん、多分妥協してるところがあると思うんで、うん、うん、すごいよな、そこでやっぱ上に上がっていくでプラスね、あのまゆさんはもう今維持しなくちゃいけないわけじゃないですか、そうだね、うん、そうなるとねどうしても配信時間とかを考えると、うん、そうやな、やっぱ僕みたいな人がいいのかなと僕は思うけどね、あ、かしんくんみたいな、そうだね、だって僕だって売名じゃないもんだって、ああね、売名あったらだって配信つけるもんだって、そうだね、うん、だからかしんくんってさ、なんか何考えてんのかよくわかんないね、うん、僕売名だったらこの間の時だって、うん、あの秋子ママさんのところの、ね、待機してる時だっていくらでもつけれましたよ、そうだよねだけど僕一切つけてないから配信で、うんうん、じゃあだから変わってんだよかしんくんは本当に、うん、僕はだからそのいいんですよ、その配信会でのあの、うん、ヘルプね、そうだね、そう、あの、うん、巡り巡って、うん、いろんな配信者のヘルプ、うん、うん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 、陰ながらね、うんうん、なるほどね、そう、もちろんね、その面白くすることはできるよ、それは多少ね、うん、うん、別に今は全然面白くしてないんだから、まあちょっと今日は真面目な話だね、そうだね、割とね、うん、だけどだんだんねミーティングだねこれ、かしんくん、そうだね、 MT やね、うん、うん、大事な話で、しかも何そのまたその足つくあのさ、うん、どういうさ そういう感じになってるの、そういう座り方、そういう方に僕見たことないですね、これすごい、あのね、何やっとんの、え、何がね、この間もさ、なんか足さ、そこになんか広げてたけど、一つ縮まってたけどさ、足伸ばしてさ、うん、なんかすごいリラックスしてるよね、まゆさんね。なんかすごい、そう、
てかね、私でかいんだよね体が。いや、ちっちゃいじゃん。いや、本当に、だって、うん、足こうやって斜めってんだけどさ、それ 23.5 じゃん。まっ、こう、まっすぐ、なんかすごいなんでかいんかな、私体が、なんかね。え、てか、てかなんか傷ついてない？なんか大丈夫？ん？これ？あ、本当だ、傷ついてる。どうしたのそれ。いや、分からんけど。あ、いやいや、ちょっと。え？それ、つけられたんじゃないの、それ。つけられた？うん。どういうこと？男につけられたんじゃないの。男に？うん。あ、プレイでってこと？うん、まあ、そうだね。いや、分かんないけど。こんなのだって普通できないからね、これ。何？こんなどうやって傷つくの、ここ。これ？うん、いや、なんだろう、これ。酔っ払、この前お酒飲んで、あれかな、縛りプレイされた時のかな、足。いや、だからその後じゃん、それ。もう見えてますよね、皆さん、これね。もう確実これあれですよね、これね。何？なるほどね。だからそこ足をあえて強調して見せてたのね。そういう意味ね。いや、別に、いや、見せてない。別に見せてない。本当に？うん。そういうつもりはない。僕のツッコミどころがちょっとあれだったら、うん、結構鋭いから、こう見えて名探偵家臣だから、うん、あの考察的結構あれなんで、うん、人狼できる。いや、そこまではね、難しいよね、人狼はね。なかなかね、難しい感じだから。なんか今配信会みんなやってるよ。もう12時間半日とかやってるよね。いや、もうそれはもうあれですね、すごいよ。だからそれぐらいだから人を疑うことに対してすごい敏感なんですよ、うんうん。だけど、うん、いい話ほど怖い話ないからね。で、家臣くん、ちょっと車の中飽きたからさ、はい、桜見て帰ろうかな。わかりましたよ。で、家臣くん寝たの？いや、寝てない。あ、これから寝るんだよ。じゃあ一緒だね。で、何、仕事は？休みっすよ。あ、休みなの？いつも休みじゃない？いや、そういうわけじゃないよ。本当に？うん、その時のタイミングですよ。いつも休みじゃん。そういうことじゃないです。まあいいけど、じゃあちょっと案内するわ。じゃあ、家臣くん。え、桜？そうそうそう。ここね、もう最近毎日ここのパーキングがさ、もう満席になってる。もうディズニーランドみたいに。本当。あの、柿達くんとね、あのコラボする時の、とこをちょっと案内しますわ、皆さん。家臣くん、ちょっとこれ持っててくれる？うん、このこれ。あ、家臣くん、今日なんか私服。あれ、家臣くんの私服初めて見た。これダサい服っすね。え？ダサい服ですね。家臣くんさ、なんかこれ老け？違う、あの、アトピー。アトピーね、じゃあちょっと行こっか。うん、あ、寒っ。まあ、朝だからね。うん、そうだね、ほんと黒くなったね。いいじゃん。なんでずっとあの金髪にしてたの？それはね、こだわりだった。あ、そう。え、桜見るの初めてですか、今年？うん、昨日も見た。あの犬の散歩の時にさ。なるほど。そうそうそう。え、こうやって男の人と、うん、こうやってこうやって歩くのは。こあ、男の人と？そう。あ、今年がってこと？そうそうそう。じゃあ普通にあるでしょ、そんなの。はい。彼氏いたんだよ。え、違う違う、今年で？今年。今年は桜を見たかった？はい、見てない見てない。それはない。え、じゃあ、これ何、初桜ですか、今年の。あ、そう、あ、メンズとは確かに、そうだね。やったね、邪魔ね。もうね、ほんとに、うちんちのお前、結構桜満開なんですよ。あります。わぁ、寒いな。